他に2020年の変化で注目しているところってありますか？まあ、テレビからその YouTube のシフトってのは一つありましたよね。他に何か注目してる？まあ、2020年がどうかってのは分かんないんだけど、そのインバウンドはやばいですよね。やばいですか。ラグビーワールドカップであんだけ来たんで、これは多分変わるな。多分世界グローバル化してる場所とそうじゃない場所、でものすごい格差が生まれると思うし、っていう感じかな。それはだからグローバル化っていうのはその面で来るんじゃなくて点で来るんで、そのすっげえインバウンドで儲かってる場所とそうじゃない場所があるっていう、さっきのタイのお店みたいな話ですよね。そうそうそう、それもそうだし、でもタイって言うてもそうね、タイなんか僕不動産やんないですけど、不動産やる人にぜひおすすめしたいのはタイの不動産ですよね。タイってアンダーバリュー、バンコクは特にアンダーバリューだと思う。なんでそう思うんですか？なんでそう思うかっていうと、ツイッターでクソリプ返しをしてたんですけど、僕ねアメリカ行くのにビザが必要でエスタの話になったのかな、なんかでエスタの話になって、俺エスタ取れないんだよねみたいな話をしたら、なんかホリエモンはなんかハワイでゴルフ行けなくて仕方なくバンコクでゴルフをしてるから、ハワイのなんかいいゴルフ場とかにいる写真とか出したら時短打踏んで悔しがるんじゃないかみたいなっていう書き込みがあったわけ。いやなんだけど俺はアメリカのビザ取れるから、別にハワイ行けるんですよ、全然。行けるんだけど、俺ハワイよりもう10年以上前からハワイより絶対バンコクの方がいいって言ってたわけ、年末年始を。例えばゴルフが好きな人だとしたら、サーファーは別なんだけど、サーファーはやっぱりハワイの波は割といいので、いいと思うんですけど、サーファーってでもそんなにいないから、ほとんどの人たちにとって実はタイってバンコクってものすごく年末年始過ごしやすいんですよ。まず寒気なんで気候がいいんですよ、涼しいんです。そんななんか暑いイメージない。で今バンコクの都市化ってすごい進んでて、めちゃくちゃいいホテルいっぱいあるんですよ。でなんて言っても都市なんで、普通にインフラが機能してるんですよ、年末年始も。だから何でもあるんですよ。だからもちろんリゾートホテルもあるし、美味しいレストランもたくさんあるし、でゴルフ場も日本人がたくさん作ってるから、めちゃくちゃいいゴルフ場いっぱいあるんですよ。でハワイの最高級のゴルフ場よりいいゴルフ場あるんですよ。もうタイの富裕層ってもうとんでもないんで、でしかも時差がね、西回りなんで時差ボケになりにくいんですよ。ああ、大きいポイントですね。そう、ハワイは確実に時差ボケになるんで、で島じゃないからね。だからあと日本人多いじゃないですか。で物価も高いんですよね。で美味しいもんも比較的やっぱバンコクに比べるとダメなんですよ。だから割と僕ぐらいの男性は行くんですよ、バンコクの良さを知ってるんで。でも嫁子供がダメらしいですね。なんでですか？だから嫁子供ブロックがイメージがいいんでしょうね、ハワイは。でバンコクイメージ悪いんですよ。だからイメージだけです。でも一回行くと女子が好きそうな店はいっぱいあるし、もう昔のだから10年前のバンコクとはもう全然違うんで、日本よりおしゃれなファッションビルとかもあるし、だからマルキューとかより全然いいのがあるわけですよ。でも世界最先端ですよ、バンコクのファッションシーンって。で夜の街もものすごい充実してるし、もう素晴らしい街ですけど、それが知られてないのであまり、だからアンダーバリューなんで不動産価格は上がるだろうなまだっていうふうに僕は思ってる。バンコクの観光大使になったらいいんじゃないですか。いやいやいや、まあ本当そうだと思う。バンコクとの都なんですよ。東京にすごい似てるんですけど、でいや絶対それやった方がいいと。俺すごい日本向けにはめちゃくちゃ役に立つと思いますよ。見てたらやりますよ。ですよね。でね、その何が起こってるかっていうと、つまりそういう現象が起こってるんですよ。ある特定のレストランに世界中から人が集まってるとか、ある特定の例えばニセコみたいな場所に世界中から来てるとか、これね SNS が変えたんですよ。で SNS ってものすごく見つけやすくなったんですよ。自分にフィットするものを見つけやすくなったんですよ。でこれ SNS 以前は僕たち知ってるじゃないですか。僕ロケットの打ち上げ場、北海道の大樹町ってところに決めたのがもう10年ぐらい前なんですよ。でその頃って SNS がなかったんですよ。なかったがほとんど機能してなかったんですよ。まだ Facebook とか Twitter って日本では全然メジャーじゃなかったんで使えなかったんですよ。だけどその中で口コミで見つけたんですよ。でこんないい場所あったんだっていうので初めて見つかったんだけど、今だと SNS で見つかるじゃないですか、はい、例えばスノーボードスキーが好きだってなったら世界で一番いい場所ってどこなんだって検索したらニセコって出てくるわけですよ。だからみんなが世界中からニセコに行くんですよ。ですよね。これはね、僕はね、いろんなスキーリゾート行って分かります。ニセコ世界一です。そういうことですね。パウダースノーですよね。パウダースノー、いや雪質もいいし、温泉もあるし、ご飯も美味しいし。ということでインフラがすごく揃ってるし、もう今年からパークハイアットもできたし、来年アマンできるし、もうラグジュアリーホテルもちゃんとできてるし、素晴らしい世界、日本中のいいレストランがあそこ入りますし、そう考えると。例えばニセコとかだとうちのね、例えば和牛マフィアのカツサンド屋さんが中目黒にあるんですけど、12月31日の売り上げ8坪の店で100万超えましたからね。ほとんど外国人。だからもう局所的な現象ですよね。これ取り込めてるところと取り込めてないところで全然かかるな、うん、はあ、日本の中でも東京グリーンでめちゃくちゃいっぱい人が来たらそういう発掘される店またどんどん出てきますよね。発掘じゃなくてもう全部それは口コミなんで、うん、それはだからそのいい場所にあるとかってあんま関係なくて、うん、いい場所だろうがなかろうが関係なくてみんなピンポイントで SNS で見つけていくんで、うん、場所関係ないですよ。じゃなくてネット上でどれだけプレゼンスがあるかっていう SNS でどれだけプレゼンスがあるかってことが重要になってくる時代。それはそのお店も個人もそう。さっきの YouTube の話とかとそこがつながってくるってことですよね。そうだから、もう僕がその YouTube でニュース解説をやってることはみんな知ってるから、見るよね。みんなチャンネル登録して僕の動画が例えばカルロス・ゴーンだったら、絶対解説動画上げてくれるなってもうみんな待ちかめてるわけですよ。そこにもう投入したらすぐ100万再生いくわけです。すぐプッシュ送られてきますもんね。堀江さんがアップしたってあれ来るな、だから僕は次は料理動画とかでグローバルのマーケットを狙いたいなと思ってます。料理はねいいですよね。料理だとノンバーバルなんで。そうですね。はい。